皆さんこんにちはテクニカルナの人の森口でございます日本株速報本日もよろしくお願いいたします今日は12月の22日水曜日ですお題はこちら マザーズ大幅促進、急上昇が始まったということで話をしていきたいというふうに思うんですが、マザーズが3%以上上げてまいりました。促進でございます。強いなというふうに思うんですが、まあ果たしてどうなのかチャート上でね、まずはしっかりと確認していきたいのと、過去の急上昇局面というのをちょっと振り返りしておきたいなと思っています。個別半導体関連、ソフトバンクグループ、フロンテオ、リミックスポイント、直近 IPO、この辺を確認していきたいというふうに思っております。今後の質の売買戦略でテクニカル分析やっていきますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。ということで、このチャンネルでは 終わったばかりの日本株の情報夕方5時までに上げていくチャンネルでございます皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルですのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは早速日本株の終わりで確認していきましょうはい、えー、今日はですね3指数揃ってのプラスですね日経平均0.16えトピックス0.09ほぼ横ばいぐらいですけどもねなんとかプラスに行きましたよっていう感じでしたでマザーズが大幅続伸3.47%ですからかなり強いですね1000ポイントまでギリギリ届かないというところでちょっとここをね超えてくるか来ないかっていうのは明日はちょっと何とも言えないところかもしれない ませんね値上がり、値下がり、ほぼ拮抗しています。で、今日は半導体がまあ比較的安定はしていたかなと思います。東京エレクトロンアドバンテストなんかが入っておりますね。一方、マイナスの方にはファナックとかが入ってますかね。になっております。バイバイだけ見ていきましょう。 はい、えー、レーザーテックが1位0.88%ですから若干の上昇ということですソフトバンクグループはちょっと上値が重かったかな午前中は、えー、引っ張ってたんですけどもね任天堂は下がっておりますここにフロンテオが入ってきてなかなか強いですね川崎棋戦マイナス商船三井若干プラスで日本郵船は 横ばい券ということで、海運は横ばいぐらいですかね。になっております。まずはどうかな。はい。フロンテオが1位ですね。フロンテオまた材料出てたと思います。サイエンスアーツ、JDSC。これ直近 IPO ですね。これトップ高かな。で、直近 IPO が今日は6名柄か。ちょっと僕間違えたかもしれないですね。すいません。で、いろいろ上がっているという感じでございます。 はい。えー、値上がり銘柄数323ですからね。だいぶ上がってますね。メルカリ強いですし、やっぱフロンテオの上昇目立ちますね。器用度も結構高いですから、一応見ておきましょう。一方で、ステムリム、キャンバス。キャンバス、昨日はストップ高してたんじゃないかな。あまあ、でも、マイナスの方ですね。でも、そんなに大きくはないですからね。そんなに気にする必要はないです。では、個別銘柄を早速見ていきましょう。 はい、えー、まずは東京エレクトロンですけども0.74%の上昇ということで、まあ、そんなに強くもなく弱くもなく高値圏をしっかりと維持しているということですかね、まあ、最高値を更新してくれば強いなといった印象でございますスクリーンはどうですかねスクリーンも陰性、まあ、ほぼ同じですかねアドバンテストアドバンテスト強いですねちょっと見ておきましょうか、えー、こんな感じでねまた直近こ,うこの上を試しに来たっていう感じですかね昨日もボリンジャーバンド見ましたがグッと広がってきてね2シグマを超えてるって感じですからなかなかいい感じなんじゃないでしょうかレーザーテック度ですかね レーザーテックがこんな感じですね。下髭残しての、まあ、高値圏という感じでしょうか。3万1980円ですから、3万2150円。この直近高値をね超えてくるかどうかですかね。今日の高値が3万2050円というところですから、まあ、もうちょっとですかね。ちょっと今日は上値の重さが目立つかなといった感じですが、おおむね半導体は今日は日経平均株価並びに日本株市場を支えた存在であったというふうには言えるかと思います。 はい、えー、ソフトバンクグループですね。ソフトバンクグループが今日はマイナスの0.24%ということです。今日はね、上昇している時間帯があったんですけども、ええー、5524円ですか。高値。えー、そこで切り返されてるって感じですかね。ちょっと一っぱい足見ておきましょうか。まあ、こんな感じですかね。ずーっと下げていった感じですので、ちょっと嫌な感じですね。やっぱりちょっとこの辺は上値は重たいな。なんてことを感じさせる感じでした。で、え9時10分頃ですね。えっ、ー、と、新たにですね。どこだったかな。ちょっとふあのー、インドのドローンの。スタート スタートアップに投資していてそれが上場するかもしれないということでそこで収益企業がね見込まれてまあプラス圏で維持していたんですけども一方で底堅い展開にはだいぶなってきたなという感じはするんですが5,500円がまぁちょっとやっぱり重たいという感じもするかなと思いますやっぱりまあファーストリテイリングソフトバンクグループこういったところがねスカッと上がってくると日経平均ね年末に向けて動き始めたらなって感じがするんですけどもまだやっぱり様子見られてるなっていうそんな感じがしますよね はい、えー、フロンテオですね。フロンテオが8.85%の上昇ということで、まあ、今日もね、キオドランキングでも結構ね、いい気をしてましたね。1.35ポイントですから、まあ、そんなに見逃せない存在なのかなというふうに思います。そんなに見逃せないってなんか言葉おかしいね。時価総額1038億円ありますんでね。8.85%上昇ということで、まあ、この辺のもみ合い水準をまた超えてきたというところなので、まあ、これ注目かなというふうに思います。 はい、であとはですね材料がありましてフロンテオーバー促進アメリカのシンフォニーと協業開始ということですね、まあ、シンフォニーっていうのが金融系プラットフォームということですから、まあ、相性も良さそうだということでこの辺がですね、まあ、材料になりまして大幅高をしてる、まあ、これがどこまで続くかはなんとも言えませんけども冷やしチャートで見た時にはねこれ陰線ですし上ヒゲも残してますから、まあ、この辺のしこりを考えるとなかなか上値がね、えー、重たい感じはするんですけどもまあ一個ね抜け出したっていうところで今後もちょっと注目をしていきたい なといいう,うに思っておりますはい、で一方ねちょっと注意が必要だなというふうに思ってるのがまあ、仮想通貨取引所とかのね運営をしてたりとか、まあ、結構先進的な技術を取り扱っているリミックスポイントなんですけどもあれだけ相場が悪い中で今今回めちゃくちゃ買われてたんですよねちょっとしてっぽいっていうかなんかちょっと変な動きではあるなというふうには思っているんですがこういったものがですねやっぱりまあめちゃくちゃ上がってるからこそ叩き売られたっていう感じなんですかね。 うん、で寄り付き、そんなに高いわけではなかったんですけども、結局、ストップ安まで行ってしまった、一般市、ちょっと見ておきますね、まあ、本当に午前中からずっと売りがかさんでってっていう感じですかね、まあ、やっぱこう考えると、お金の流れが変わったんだなっていうふうに思いますよね、これは東証二部銘柄ですけども、まあね、このグロ,グロースっていうんですかね、まあ、ちょっとこう、リスキーな株に対してのお金が抜けてっていう感じになってるんじゃないかなというふうに思います、まあ、その点でも、マザーズにとっては、ちょっとプラスなのかななんていうふうに感じたりはした。 おります はい。て最後にですね、直近 IPO をちょっと見ていただきたいなというふうには思うんですが、今この辺がですね、初値決定っていうふうに書いてありますね。これ、東京 IPO というサイトなんですけども、ご承知の通りだとは思うんですが、今 IPO がものすごいラッシュなわけですよね。えー、今日もね、ものすごい銘柄数が上場してきたわけなんですよ。で、IPO というのが上場するということは、そこに資金が向かいやすい、売買代金ランキングでも上位にね、占めているっていうことではあるんですが、騰落率のところちょっと見ていただきたいんですね。で 例えばこの銘柄ちょっと読み方わかんないですけども当落率がマイナス23%ですよねこれもマイナス15%でサクシードがプラス7.12サインドがマイナス8%綱屋がプラス6.6%。6. 6 リニューアルブルジャパンがマイナス7.61%ということでこのラバブルマーケティンググループっていうのがねこれは昨日からの持ち越しで騰落率284.52%ですけどもやはりちょっと分散しすぎてですね初値が騰落率としてねプラスになる銘柄も少ないあとは 落率としてプラスになったとしても非常に魅力が薄いということでまあここまでずっとストックされてたお金がですねまた既存株にこう向き始めてるってことは事実だと思いますしまあ1つのピークを今日超えたのでまあこのずっと拘束されていたマネーっていうのがやっぱり既存株にね売られすぎた既存株にこう流れてきてるってことはあると思うんですね。なんでまあ一番 今売られて一番反発が期待できるのはマザーズだと思うので、まあ、その点に関しましては需給的には、ね、非常にいい状況にはなりつつあるんじゃないかなというところだけは押さえておいてください。まあ、今後また IPO がどう動くかとかわからないですしピークはね24 かかなにまた来ますので、そこをちょっと見てみないと何とも言えないところではありますが、まあ一つのピークを越えて、でピークを超えたタイミングでマザーズが3%上がる、あとまあ1000ポイントの壁を越えてくれば、まあ、急上昇の可能性っていうのは十分考えられるんじゃないかなと思います。まあそれを頭に入れつつ、ちょっとポジション取りつつ、まあ、リスクは限定的にして、もし下がるようだったらやっぱり損切りを早めにするっていう展開が一番いいのかなっていうふうに思ってます。ではシーステム見ていきましょう。 はい、えー、今日はですね、普通の移動平均線、5日線と25日線と下に MACD を表示しております。でこれ、日経平均株価、チャンネルではなくてですね、今現在、えー、この三角持ち合いを形成中であるっていうところを押さえておいてください、1、2、3、4、5ぐらいな感じで、でこれがどっちに抜けるかなっていうのをぜひ見ておいていただきたいかなと思います。で、まあ、この辺の高値から見るとね、この下落トレンドのように見えますが、ここでは一旦この高値、ね、超えているので、今のトレンドの形成が上昇トレンドなのか、過去 トレンドななのかが微妙なところなんですよねえというのは三角持ち合いというのはトレンドの調整のパターンでもともとあったトレンドに行く可能性の方が高いんですねえで見ればまあ、この辺はずっとね高値超えずに安値下げていたわけですから切り下げていたわけですから加工トレンドの途中でできた三角持ち合いであれば下に行くかもしれないしもっと長い目で見て上昇トレンドの途中にできた三角持ち合いであれば上に行く可能性もあると思うんですねなのでまあこれがですね年末のうちに勝負がつくかどうか微妙な なんですけどもその辺ちょっと押ささえてておいいくださいであとはですね、受給的な壁で見れば2万8600円ぐらいから2万9000円、このエリアぐらいですかね、ここを超えない限りは厳しいかなというふうに思うので、ここを超えてくれるかどうか、あとは今日に関しましては25日戦がちょっと頭を押さえた感じがあるので、25日戦を超えてくるかどうか、こういった後も安定的に維持できるかどうか、この辺を注目してみてください。トピックス見ていきましょう。トピックスは三角持ち合いというよりは、まあ、チャンネルの方を引いております。加工チャンネルの あのセンンターラインでね一旦反発をしてますのででも、まだ5日線の下、25日線の下ですから、まあ、上段を維持しつつですね、5日線、25日線を超えてくるかっていうところに注目をしておきましょう。マックリは一応ちょっとプラスの方に触れてるかなっていう感じです。あとはやっぱ注目、マザーズですね、えー。マザーズに関しましては、このチャンネルを引いてますが、チャンネルはちょっと一旦超えたり終わったりしてますので、そんなに気にしなくて大丈夫です。でまあ、短期的に反転した可能性が高いかなって思っていることが3つありまして、ここの鋭角な下降トレンドライン。 および五移動平均線を今日は明確に超えてきているということですね。まあ、ブレイクしているということですで。かつ、まあ要線が2本続きまして、MacD のこの白い線、これが MacD 線なんですけども、この向きが転換した。まあ一番短い期間での開催員が出たと。 いうこといこ、ね、で、すね下方の方でゴールデンクロスが出た時には買いサイ員ですから、明日がどうなるかっていうのはちょっと何とも言えませんけども、まあ、明日、あさってぐらいまでにかけてゴールデンクロスが起これば、そしてその時に5日線を位置できていれば、年末までは株高の可能性が高くなるんじゃないかななんていうふうには考えております。ねえー、結論は分からないですよ。投資は自己責任でお願いしたいんですが、まあ、反転の兆しはあるぞっていうところをぜひ押さえておいてください。あとは先ほど説明したように、受給的な要因でいけば、やはり IPO の影響というのはとても でも大きいいいんじゃないかなかと思いますし今まで散々売り叩かれてきた市場でございますからそこはね可能性として高いんじゃないかなと思います。であとはですね少しポジションも僕も取ったんですけどもマザーズ銘柄でえ取ったんですがなぜ取ったかというとやはりね上がり始めると大した調整なくこうね上がり始めちゃうんですよね8月の上昇なんかもずっと要線が続いてでやはりまあ25日線に触れるか触れないかぐらいで一本陰線つくかなとかねあったりしますしこちらもそうなんですけどもやっぱり25日線ぐらいで少し調整が入ってグーグッと上がっていく。 ただすごいいスピードで上がっていくんですよ、ね、なんでまあ打診でいいのでまあ僕はちょっと早めに今日ポジションを取ったということです明日またどれぐらいのポジションえ水準になるかはちょっと明日になってみないとわからないですし、えー、リスク要因はね今とても多いですからはっきりとは言えないんですけどもまあやっぱり上昇はね早いのでひとまずポジションを軽めには取ったっていう感じですかねにはなっております。 これ、ラッセルなんですけども、ラッセル2000もですね同じような感じになってきていて、ですねもし、まあ、昨日、ね、大きな要線をつけまして、でこれが短期戦を5日戦も超えているんですよね。引き方によっては下降トレンドラインももう少し超えられるかなというところではあるんですが、ここの辺をねちゃんと超えてくればね、まあ、流れは変わったなというところですし、マックリーもやっぱりゴールデンクロスになるかなというところまで来てますので、非常に、うん、なんか小型株に少しお金が戻りつつあるということは言えると思います。で今日ののニューヨーヨク市場の先ものを見ておきましょう はいニューヨークダウン先物がですね87ドルのマイナスナスタックがえ15ドルということですね、えー、この日経平均の ザラバ中は結構低い水準があったんですけども今はねだいぶ戻してきたなというふうに思うので、まあ、そんなに今日はしないんじゃないですかね、えー、日経酒物も,も80円ぐらいこれはまあ配当抜けばほぼトントンぐらいだと思いますので,、うん、でそこはあんまり気にしなくていいかなと思いますで明日もこういう展開が続くんであれば比較的小型株市場にお金が流れつつ日経平均はちょっとまだ上値が重たいのでどこまで伸びるかなっていうところなのかなと思うのでこんなふうに見ていただければと思いますでは今日もお知らせを入れさせてし ください はいえー、個別銘柄をとことこん分析すするマガジン配信中でございます最新記事は四季報の記事からなんですけども今週は新興電機工業を分析しております、えー、これがですね特に条件を満たした4銘柄ということでこの最新記事の中から、まあ、本命銘柄の一つとして新興電機工業を挙げていました新興電機工業はですね半導体のパッケージっていう商品を作ってる会社なんですけども僕もそのパッケージについてあんまり詳しくはないんですがなかなか面白い会社です結構でかい会社なんでね、えー、あれですけどもなかなかこう中小型株みたいな動きではないんですがただコロナ ショッから見るともう8倍9倍ぐらいまで上がってきた株で,でまだ上値余地があるのかっていうのをねちょっと慎重に考えていかなきゃいけないかななんていう風に思って取り上げさせていただきますご存知の方も結構多いんではないかなという風に思いますのでぜひご注目いただければと思いますあとはですねこの四季報についてですね先日、えー、この藤川理恵さん個人投資家と対談をさせていただきましたでそれを明日12月23日の19時に v ボイシー内のアーカイブで公開しようかなという風に思っておりますので,でこちらはぜひ楽しみにしていてくださいそれ以外の放送は 毎朝5時に放送しておりますのでは、今日はこんな感じで終わっていきましょう。今日の中でも何か参考になればグッドマークボタン。また明日以降もね、こんな形でテクニカル分析を続けていきますので、明日も聞いていただける方、ぜひチャンネル登録お待ちしております。では、また明日テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。